シーズン9隠しティア5、シーズン9のチャレンジを5周分クリアすると、このロード画面を手に入れることができます。このロード画面の右側、ここをアップしてみると、ここに B2、B3、C2、C3 と書いてあります。この場所に隠しティアがあるので行ってみましょう。はい、そしたらですね、 B の2この位置ですね、 B の3この位置ですね、 C の2、C の3この4つのマスのちょうど交わる部分、ここに隠しティアがあります。この4つのマスの交わるこの位置ですね、このちょうど線の上ですね、ここです。ちょうどピンの位置に、あ、誰かいますね。草が少し剥げてるので、これが目印になっています。はい、 OK でーす。はいだー。はい、今の隠しティアを取るためにはウィークリーチャレンジもね、クリアしないとダメです。このウィーク後の完全攻略動画も動画アップしておりますので、よかったらそっちも見てください。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。どうもです。